半熟へようこそ。今日のリポートはアーシンとツールドフランスの選手たちの話です。アーシンの本に説明されておりますが、世界一、間違いなく世界一厳しいスポーツイベントツールドフランス、20何日間毎日マラソン3回走るぐらいの疲労が あるからこそ、このリカバリーバッグをアメリカのチームは数年間使ってるわけなんですね。で、使うことによってどうなるかということについて、チームのドクターが今リポートしている最中なんですね。今アーシンパッチを絵半熟で番外編で、またはアーシンとリモートビューイングでよく使うパッチをもつけて、怪我しても、よく眠れる、痛みは少なくなり、そしてエネルギーは増加するというふうに選手たち自身は今リポートしていますね。このドクター曰く、このひどい傷があっても普通は諦められるんですが、アーシンパッチを使って、またリカバリーバッグを使って、次の日からレースをやり続けるわけですね。とても治りが早いんですね。これは地球のエネルギーのヒーリングパワーと呼んでも良いことですね。まあ、夏になるとアスファルトは溶けたりするときはこんなひどい傷があるんですね。転んだらそういったひどい傷であっても、回復がとても早いです。アーシングパッチとリカバリーバッグの両方を使ってます。ディスカバリーチャンネルのチームだったわけなんですが、もう一人のお医者さん曰く、たった5日間であんなひどい傷はこうなったんだと。いかがでしょうか皆さん。アーシンはただのその迷信とか、あれですかね、気のせいとか、もうとんでもございません。